アンドリュー・デクラン、アンディ・キーオは、アイルランド共和国ダブリン出身のサッカー選手、元アイルランド代表。ポジションは、センターフォワード及びウィング。リーズ・ユナイテッド・ AFC で、プロ生活を始めるもトップチームでの出場は叶わず、後に完全移籍をする、スカンソープ・ユナイテッド・ FC への期限付き移籍中に、プロ初出場を飾る。 スカンソープでのビリリ・シャープとのコンビによる活躍から注目を集め、2007年にはウルバーハンプトン・アンダラーズ FC と契約すると、2009年にプレミアリーグ昇格に貢献したが、トップカテゴリーで強い印象を残すことができず、その後、下いカテゴリーの様々なクラブを期限付き遺跡で過ごし、2012年にミルゴール FC へ完全遺跡した。 ミルウォールに2期犯罪籍し、2013から14、シーズン後半戦からは、ブラックプール FC へ期限付き移籍する。同シーズン終了に伴い放出された後は、2014年5月に、A リーグのパースグローリー FC と契約した。初期ダブリン南部に生まれたキーオは、弟のケニーと共に、CBC モンクスタウンに通学していた。 10代の頃は、ラグビー選手としても才能があったが、サッカーの方に専念し、地元のキャビンティーリー FC とセントジョセフ・ボーイズ、AFC でキャリアを開始した。リーズ・ユナイテッド16歳で、リーズ・ユナイテッド・ AFC と契約するも、トップチームでの出場機会を得ることはできず、2004年8月18日にオンブのスカン・ソープ・ユナイテッド・ FC へ貸し出された。 2004年8月7日のロッジデール AFC 戦でリーグ戦初出場を飾って以降12試合に得点を記録していたところ負傷によってエランドロードへの10月25日に復帰が短縮されるそのため2004から05シーズン残りをリーズユナイテッドでのリザーブチームで大半を過ごしておりケビン・ブラックウェル監督率いるトップチームでは リーグカップのポーツマス FC 戦に後半から出場したのみにとどまりリーグ戦に出場することは叶わずにいた2005年1月からは対談したデビッド・ニュージェントの後釜としてバリー FC へ期限付き移籍をしているスカンソープ・ユナイテッド・バリー在籍中にスカンソープ・ユナイテッド FC のブライアン・ローズ監督から完全移籍の獲得オファーがされ 保有元のリーズが提案を受け入れたため、2005年2月10日に3年契約で再加入することになった。2度目となったスカンソープでの2004から05シーズンは1得点を上げるのみだったが、チームとしてはヨービルタウン FC に次ぐ2位で3部への昇格を果たした。翌2005から06シーズンは、シェフィールドユナイテッド FC から移籍金10万ポンドで、 加入した19歳のビリー・シャープと共に公式戦38得点を上げる顕著な活躍を見せており、特に FA カップ3回戦でのマンチェスターシティ FC 戦ではイングランド代表政治意見のディビット・ジェームスから得点を上げ、勝利に貢献した。2006から07シーズンも好調であったものの、2007年1月12日に契約延長のオファーを拒否したため、 シーズン終了後の対談が決定する。なお、キーオは24歳以下の選手であったため、次のクラブへ移籍した際にスカンソープ側は、選手から直接、または裁判所を経由して移籍金を請求することが可能であった。最終的に、同シーズンは、勝ち点91で、首位での2部への昇格に貢献し、コンビを組むシャープは、 プレミアリーグ及びフットボールリーグのカテゴリー中で最多の30得点を挙げて得点王となった。ウルバーハンプトン・ワンダラーズ遺跡金50万ポンドのオファーは破断となったが2007年1月23日に遺跡金60万ポンドでウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と3年半契約を締結した。ウルバーハンプトンでは途中加入だったものの クイーンズパークレンジャーズ FC のジョン・グレゴリー監督からシーズン最高の契約の一つと適称にも賞賛されるほどの活躍を見せて最終的に5得点を記録しプレーオフ進出に貢献した。しかし準決勝でライバル関係にあるウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦で敗北して昇格はならなかった。 それまでの活躍が評価され、翌2007から08シーズンは、背番号9を渡されて、開幕を迎えることになり、公式戦11得点を挙げて、期待に応えたが、最終的に、得失点差で、プレイオフ進出を逃している。2008から09シーズンは、悲願のプレミアリーグへの昇格を達成したものの、得点ランキング上位に名を連ねるクリス・イウェル元。 シルバーにイーバンクスブレイクの存在から先発の座を追いやられていた。しかし、リーグ戦46試合中42試合と一定の出場機会を確保しており、復活祭の翌日、いわゆるイースターマンデーでのダービーカウンティ戦で2得点を挙げる等の活躍をたびたび見せ、2009年2月に契約を2012年の夏まで延長して、 森ニュースタジアムに残留することになった。翌2009から10シーズンは、ユエルモとイーバンクスブレイクの負傷により、序盤戦は、新加入のケビン・ドイルと共にコンビを組んで先発に、定着し、DW スタジアムでのウィガン・アスレティック FC 戦で、チームのシーズン初得点にして決勝点を挙げ、ウルバー・ハンプトンの、プレミアリーグでのアウェーン戦初勝利を呼び、 1984年以来のトップリーグでのアウェン戦の勝利をもたらした。一旦はミック・マッカーシー監督の信頼を取り戻したものの、負傷の選手たちの復帰に伴って控えになり、さらに2009年12月に手術を必要とする足首の人体損傷で3ヶ月離脱となった。予定より早期の2月にチームに復帰しているが、 残留争いの影響もあってわずか数試合に途中出場する状態に制限され、公式戦13試合得点にとどまった。期限付き遺跡2010から11シーズン開幕戦のストークシティ FC 戦こそ出場しているが、新加入のスティーブン・フレッチャーの存在から以前よりも序列が下がったため、2010年8月25日に、 ロスマコーマックの後釜として2部のカーディフシティ FC へシーズン終了までの期限付き移籍が決定し28日のポーツマス FC 戦で後半から初出場を飾った。カーディフでは前線には J. ボスロイドとマイケル・チョプラ、サイドにはクレイグ・ベラミーとクリス・バークの存在や昇格を制定いたために定位置をつかめず17試合に得点で終了した。 予定より早期の2011年1月31日にカーディフでの期限付き遺跡が終了するとともに今度は同じく2部のブリストルシティ FC へ貸し出され2月5日のプレストンのオスエンド FC 戦で早速初得点を挙げたしかし9試合に出場後に背中を負傷し4月に治療のためにウルバーハンプトンに復帰することになった 2011から12シーズンをウルバーハンプトンで迎え、開幕のストークシティ戦が終了した後、8月15日にフルスノリーズユナイテッド a f c へ2 0 1 2年1月までの期限で貸し出され、やり残したことがあると意気込みを語ったキーヨは、16日のハルシティ AFC 戦で、初出場にして2度目となるデビューを飾った。 以来、マコーマックと前線で連携を図り、ハードワークで相方を最大限活かすプレーを見せていたが、リーグカップのマンチェスターユナイテッド FC 戦で、ルシアーノ・ベッキオが負傷から復帰した際には、初めて左サイドで起用されることになり、そして、得点を上げるのに苦労していたことで、ベッキオよりも序列が、下となった。2012年、ミルウォール FC でのキーを9月23日の、 ブライトンホーブ・アルビオン FC 戦での初得点を含め、期限付き移籍中に22試合に得点を記録した。自身はリーズ・ユナイテッドへの完全移籍を望んでいたものの、2012年1月3日にウルバー・ハンプトンへ復帰することが決定したように、交渉は失敗に終わった。ミルゴール2012年1月の移籍史上最終日に2部の ミルウォール FC と2年半契約を締結する。ミルウォールでは当初ダリウス・ヘンダーソンの控えと見られていたが、ヘンダーソンの度重なる負傷に加えて私生活での問題から訴訟されていたことで、トッテナム・ホットスパー FC から期限付き移籍中のハリー・ケインと強力なコンビを組み、相方のケインが去った2012から13シーズンからは、 必ずしも得意ではない左サイドで、主に起用されることになった。2013から14シーズンは、家族の不幸の影響から調子を崩したために、わずか先発6試合得点にとどまり、2014年1月31日に2部の、ブラックプール FC へ、シーズン終了まで貸し出され、5月10日にミルウォールから放出された。 パースグローリー2014年5月30日に A リーグのパースグローリー FC と2年契約を締結し公式戦初出場となった8月5日の FFA カップベスト16での入ッするユナイテッドジェッツ FC 戦で2得点を挙げた2007年3月8日にスティーブ・ストーントン監督の下でアイルランド代表に初招集され 5月23日に、ジャイアンツスタジアムでの親善試合のエクアドル戦で、初出場を飾って以降、特に UEFA ユーロ2008予選で代表に定着した。序盤にトラパットオニ監督の追い人となった2008年5月24日に、クロークパークでの親善試合のセルビア戦で、代表初得点にして、同点を挙げる。なお、 同得点は代表の最優秀得点に選出された。また、合宿中には、ポルトガル一部のチームからも得点を挙げた。その後、ロビー・キーンとケビン・ドイルが、前線のコンビに定着したことで途中出場が、主な役割となる中、2012年12月10日の2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選でのドイツ戦で、代表2得点目を挙げた。 スカンソープユナイテッド FC ウルバーハンプトンワンダラーズ FC ありがとうございます。